ウンベルト・ゴンザレスは、メキシコの元プロボクサー。元 WBCIBF 統一世界、ライトフライ級王者。少年という意味の、チキータという愛称で、多くのファンから親しまれた。トレーナーは主にナチョベルスタイン。1984年9月1日、プロデビュー。1987年9月26日、メキシコライトフライ級王座獲得。その後、 二度の防衛に成功。1989年6月25日、25戦目で世界初挑戦。敵地で WBC 世界ライトフライ級王者リレツーに挑み、12回判定勝ち。無敗の世界王者に輝いた。12月9日の初防衛戦では前年まで、同級王座を15度防衛した元王者、超ただ級と対戦し、十二回判定勝ち。 その後、防衛回数を5まで伸ばす。1990年12月19日、6度目の防衛戦で、ローランド・パスクアと対戦。全評判では、圧倒的に有利とされたが、まさかの6回小負けを喫し王座陥落。プロ初黒星を喫してしまう。1991年6月1日、世界王座返り先をかけての再挑戦。3月に、パスクアを下して、 WBC 世界ライトフライ級王座に就いた、同国人メルチョコブカストロに挑み、12回判定勝ち、1年半ぶりの世界王座返り先を果たす。1992年9月14日の3度目の防衛戦では元、WBC 世界ミニマム級王者のナッパキャットアンチャイ、を2回戸に下し、2回級制覇を阻止。続く12月7日の4度目の防衛戦では、 全王者カストロを12回判定に下し、帰り打ちを果たす。1993年3月13日、5度目の防衛戦は IBF 世界ライトフライ級王者、マイケル・カルバハルとの王座統一戦。序盤に IBF 王者から2度のダウンを奪い、IBF 王座ダッ目前にまで迫ったが、迎えた7回、相手の強烈なアッパーからの攻勢を許し、 よもやの大逆転小負け。二度目の世界王座陥落となった。1994年2月19日、雪辱を期しカルバハルと再戦。前回同様、今回も打ち合いが予想されたが、前回と戦法を変え、今度はアウトボクシングに徹する。その結果、統一王者の強打を空転させ、結果2から1の判定勝ち。 11ヶ月前の雪辱を果たすと同時に WBC 王座3度目の獲得。さらに IBF 王座も初めて獲得した。カルバハルとは11月12日の2度目の防衛戦でも対戦し、12回判定勝ち。その後、3度目の防衛にも成功。1995年7月15日、4度目の防衛戦。 サマンソーチャトロンと対戦。ダウン欧州の激戦となり、6回には挑戦者を、小寸前にまで落とし入れる。しかし、迎えた7回、挑戦者の強打をまともにアビダウン。辛くも立ち上がったが、挑戦者の連打で、クロッキー状態となり、レフェリーストップ。ヨモヤの大逆転小負けとなり、王座陥落。この試合を最後に引退した。 ありがとうございます。